帰らせて。どうも、目玉テレビ、大間翔吾です。先日11月6日の金曜日、僕の初の冠番組でございます大間翔吾のお控えなすて、こちら台東区にございます、鳥越バズーリ FM さんにて、インターネットテレビ型ラジオ、こちらで生放送でお送りさせていただきました。関係者の皆様、そしてこちらを視聴してくださった皆様、本当にありがとうございます。視聴できなかった、方々はまたこちら YouTube でも2週間後くらいに、アップされるとのことで、アップされましたらまた、連絡させていただきます。僕がパーソナリティを務めさせていただき、アシスタントにはなんと元悪役のプロレスラー、そして占いも、されているということで、長島美智子さんに、ついていただいております。今回、ゲストは、修繕屋コニーさんの、小西さん、そして木村さんを、お迎えさせていただきまして、お仕事のお話をいろいろ聞かせていただきました。そして目玉テレビでおなじみの競馬コーナーの、小西さんにも、出演していただき、本当に、無事終わって、ホッとしております。はい、ちょっと自分でその放送を見るのが、YouTube でねアップされた時放送を見るのが、とても楽しみでございますが、まあ、最初なので、結構こう緊張しておりますね。はい、次回大間翔吾のお控えなすては11月、13日ですね、こちらまた、16時から17時、放送されますので、ぜひ視聴していただけると嬉しいです。生放送でございます。次回はゲストには、元絵描きさん、そして、今は作詞家の先生をされている田辺豊先生に、来ていただきますので、皆様見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。